昨日引き取ってきた、キャプチャーでございます。うちの台車でね、使っている車両ですけども、ちょっと最初よく分かんなかったんですけど、あの運ぶ時もブレーキがなんか後ろのレバーがこうかかった状態で動かなかったので、よく見たらですね、こう押されてるんですよ、これ押されてこうブレーキレバーがこう押された状態になっちゃったね、はい。で、こっちにこうガード2つがどっちも割れちゃってますね、はい。で、これがなんかもう押されてますね。ハンドルも曲がってるっぽいですよ、この、この、ね、隙間を考えればね、うん、ハンドル来てる、左に来た時なんかこんな風になっちゃってるね、上もう曲がってるっぽいですね。あと、まあ、これね、こんな感じになっちゃってますけど、あと割れちゃってますね、はい。もちろんここもね、この風に割れて、中もね、割れてますし、はい。その他はですね、まあ、これそうですね、このスリーキーズそうですね、はい。であとこっち側ね、この辺のこういうスリーキーズだそうですね、はい。これもそうですね、はい。あとこれですね、ここがもうロックがで、これフレームなので、まあ、事故ってこれが曲がったり傷ついたりするともうこれフレーム交換になっちゃいますね。まあ、実際にそれを交換しなくても乗れる乗れないという問題ではなくて、フレームの一部が傷ついてしまえばもうそれで事故によって傷つけばそれが、もうフレームの交換ということになってしまうということでございます。で、ね、結構ダメージがちょっと乗れないですね、これね、乗れるような状態じゃないので、であと、まあそうですね、こうメーターに対してこれがね、なんか完全に押されちゃってますよね、全体的にね、はい。どうなってますか、14000キロ、15000キロか、15000キロで一通りやってるんで、それから1300キロ乗られてますね、はい。ちょっと思ったよりも、まあ、ミラーとかも当たり前、まあ、それはまああれですけどね、ちょっとここ外が、あ、スロットルもそうか、うん、戻らないとね、曲がって押されてますからね、うん、とりあえずエンジンはかかったんですけど、非常に、いやこれはね、ちょっと直すのには、お金がかかってしまうので、どうしたものかなっていう感じがいたしますが、まあ、タイヤでもだいぶ減ってますね、使ってますねまあね、試乗車ということで、あ、試乗車じゃない、台車でちょっとね、お貸ししていた車両でございますが、はい。まあ、確かにね、いろいろと、まあ、2ヶ月3ヶ月お貸しだって話になっちゃうっていうふうにもねあるんですが、こういうことが起きなきゃね、これはまあとりあえず、あ、じゃあっていうこと、何もいいんですけど、非常に結局誰も得しないってまあしょうがないですよ、これね、どうすることもできないですよね、まあ、あとは大した怪我でなくてよかったこれでございます。バイクはね、直せばとか、まあ、買い替えりゃ済むことなんですけど、はい、体の方はそういうわけにいかないですからね、はい。ということで、どうしますかね、これね、まあ、とりあえず写真とかはね撮ったんですけど、とりあえず見積もり作って相手の方ね、どうなるか、まあ、これ全損でも全損になっちゃうんですよね、あと車両の価格価値がどうのこうのとかになってきますから、ただもう売ってないバイクなんで、であと、まあ、大体125のスクーターで、普通にね乗れる状態で中古で販売している車両の実売価格になっちゃうと思うんですけどね、まだ探しても多分ないと思うんでいわゆるね中古車情報サイトとかね、なんで、まあ、大体同じぐらいの年式のと、いうことでやるのかなと思うんですけどね、そうすると10万とかそういうことになっちゃうのかなと思いますが、はい、こっ
ちが大丈夫、どうこの辺なんか右前と右左前がぶつかった、この辺にぶつかったんですかね、それで向こう側に倒れ、ここもぶつかってますもんね、両方ともね割れちゃってますもんね。まあもともともちろんねそんな綺麗なオートバイではなかったんですけど、ただね普通に乗れる車両でしたから、まあこうなってしまうと非常に残念ではありますが、はい、まあそんな感じで皆さんも気をつけてですねお乗りいただけると幸いでございます。店長の最初の今日も朝から頑張ってやってまいります。